最後にもう一曲お送りさせていただきます。この忍び日和という、笛の活動なんですけれども、そのメインテーマとなっております。そのまんまなんですが、忍び日和という曲がございます。こちらも各先生ごとのソロなどもありまして、アドリブの部分などもありますので、どうぞご注目ください。それでは忍び日和聴いてください。
改めて講師を紹介します。時田岸田浩二、水内立平、武田智子、そして山田美智子でお送りいたしました。どうもありがとうございました。この後も引き続き熱海ビール祭りをお楽しみください。ありがとうございました。篠笛日和の皆さんでした。ありがとうございます。